小泉氏は、日本の氏族の一つ。鎌倉幕府の後進、土井寂平の後裔、秋国上野城本拠地とした小早川氏の所留一族である。菅武平氏平良分の流れを組む相模国土卑怯を発祥とする土井氏の一族で、土井寂平の子、炎兵が、秋国沼田宗次当職に部任され、養子、慶大乱がこれを継ぎ小早川氏を称した。その公営、 沼田小早川氏、小早川仙平の逸を、宇治平が小泉村に分治され、本拠とし、地名を取って、小泉氏を称したことに始まる。南北朝時代の後営元年、広国三年、北朝勢として、南朝方の伊予国与、田山城攻略戦に参戦。これに乗じて、幾知氏など、他の小早川氏諸家と共に、瀬戸内海の湯毛島、陰の島、 陸地島などに進出。島の権益を狙い、乱入、年貢の横領などを繰り返した。領主の当時から訴えられるなどするが、攻略元年には、第二代、小泉総平が、伊予国を悟し大島の自投職を得ている。その後、公平の頃になると、小早川水軍の主力として、武装商船団で、民や朝鮮との貿易に活躍し小早川氏の勢力拡大に貢献した。 小早川高陰の時代にも、小泉小五郎、小泉与一郎などの名が見え、天正年間の座灰書き立てにも常に、上座最上位から四番以内に、小泉殿の名が記されていることから、小早川家臣団の中で重きを成したものと考えられる。土井曽平。東大これなり小早川影平。茂平。宮城大朝大 仙台ら、小早川貞平小泉氏平、宗平、公平、ありがとうございます。